チェイサーです。今回はこちら本日発売の商品をざっと見ていきたいと思います。まずは今回出るメダルは妖怪メダル U ステージ4ですね。 Hello, this is a メリケン妖怪ということで、メリケン妖怪の妖怪メダル全20種の妖怪メダルがパックで発売。今回は逃さず4箱ゲットしましたので、今回こそはコンプリートいきます。いきたいです。はい。そしてこちらが、そちらにこのメダルに対応した歌の大辞典ですね。ツイトルズガレージソングということで、ツイトルズの歌メダルがついています。こちらも後ほど見ていきましょう。はい。そしてこちらはちびちび組み立てる作る遊ぶドキドキロケットゲームということで、これは黒ひげ危機一発的なウサピョンが吹っ飛ぶゲームみたいですけど、これも作って組み立てるみたいですね。そしてこれにメダルを入れて遊べるのかな。こちらにはメラメライオンの歌メダルが付属しています。はい。こんな感じで自分で作る感じになってるんですが、どうなんでしょうね。面白そう。はい。そして最後はこちら、ブロックメイトから2種類ジバニャンとウサピョンのやつが出ましたね。キャラピースが8体付き、ここに惹かれて買っちゃったような感じですね。ジバニャン、ウサピョン、それぞれブロック211個でどれぐらいの大きさになるのか楽しみに作っていきたいと思います。こちらのキャラブロック、キャラピースはあれと同じなんですかね、あのクレーンゲームでちょこっとありましたよね。あれと同じなのかちょっと見ていきたいと思います。手元に持ってきて確認します。はい。くるっと回すとこんな感じ、印刷されたブロック、そして3種の大中小のブロックがあって、それで作れるんですね。耳の分だけ、あの1ブロック分ぐらい、2ブロック分ぐらいかな、あのウサピョンが大きい感じで、こちらは138ミリってことは14センチ、私の手が17センチなのでこれぐらいか、そんなに大きくないブロックなのかな。ちょっと楽しみですね。これも後で見ていきましょう。ではまずはこちらの箱の方をガンガン開けていきたいと思います。ここから次見てくださる人は下をよく見てくださいね。URL 貼り付けておきます。はい。ということで、次回から怒涛の何連発になるですかね。今日中に全部アップできるかな、できるところまで頑張っていきたいと思います。では次回も楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。